はい、ちょっと今緊急で動画を撮ってるんですけど、ピクセルリマスターのスチームとスマホ版のアップデートが来ました。なんだって？FF1 から FF6 まで同時アップデートです。一気にか。今回は FF6 スチーム版を見ていきますね。クラシックフォントの追加。原作風のフォントタイプが追加されました。コンフィグから変更できます。ここのフォントタイプという項目です。ここでクラシックに切り替えることができます。お、ナウローディングの文字が変わってる。こんな感じです。お、変わってるね。これがクラシックフォントです。スーファミ版と全く同じではないですが、昔風のフォントですね。レトロ風になったな。オリジナル音源の追加。BGM 音源を切り替えられるようになりました。原作風のオリジナルにすることができます。オースーファミ版の音色だ。ピクセルリマスター公開時は、音源を切り替えできるようにしてほしいという要望が多かったですね。その要望が叶ったんだな。おまけのサウンドプレイヤーも、オリジナル版に切り替えられるようになりました。そいつもいいね。ただオペラ関連の曲はオリジナル版はなかったですね。オペラは大幅リメイクだったからか。はい、ゲーム中でもオペラの曲はボーカル入りの方でしたね。オペラはすごい作り込みだったなぁ。魔石ボーナス変更。魔石ボーナスが2点変わりました。まずアレクサンダーです。力プラス2ボーナスがつきましたね。ほうほう、今までは何もなかったです。そしてもう一つはこちら。魔石オディンがレベルアップ。魔石ライディーンに。ライディーンか。素早さプラス2のボーナスになりました。以前は力プラス2のボーナスでしたね。おお、じゃあオディンから躊躇なく進化できるな。ピクリマ版ではオディンもライディーンも素早さプラス2になりましたね。エンカウントオフ機能追加。エンカウントオフにできるようになりました。コンフィグのブースト機能で設定できます。モルルのお守りの出番がなくなったってことか。ゲームパッドやキーボードからも切り替えられますね。ゲームパッドなら右スティックをしっぱなしで切り替えられます。これは楽だ。キーボードなら F3 キーです。これで瓦礫の塔の攻略がはかどるね。経験値0倍から4倍。獲得経験値、スキル、魔法習得値を0倍から4倍まで設定できるようになりました。4倍までできるのか。0.5 倍もありますね。獲得経験値を0倍にすれば余計なレベルアップをしなくて済みます。爆裂剣。魔法習得値40獲得です。魔法覚えすぎ。通常移動速度。コンフィグで通常移動速度を走るに切り替えられるようになりました。ダッシュボタンを押さなくても走ります。これは楽だな。ダッシュ図がなくてもダッシュ状態ってことね。はい。そして左スティックや F1 キーでも切り替えられますね。ショートカット搭載か。なおキャンセルボタン、ダッシュボタンを押しながらの移動は、反対の速度になります。通常が走る状態なら歩く速度になるってことか。ダッシュズを装備すればさらに速度アップです。ダッシュダッシュダッシュ。キックエンドダッシュ。オープニングロゴの追加。ファイナルファンタジーピクセルリマスター。このようなロゴが追加されました。確か以前はなかったな。ロード時間の短縮。ナオローディング。以前に比べてロード時間が短縮されました。もう動ける状態だ。以前はナウローディングがしばらく続いてましたね。なおこのモーグリのアイコンもつきました。かわゆす。メニュー画面からのロード。メニュー画面からロードできるようになりました。タイトル画面まで戻らなくて済むんだな。ナウローディング。ロード時間も早い。ポーズメニューからタイトル。ポーズメニューから操作説明を見れたり、タイトルに戻れるようになりました。コンフィグからじゃなくてもいけるのね。
バトル中のポーズメニューからでも同様にできます。モンスター図鑑からバトル。タイトルメニューのモンスター図鑑から任意のモンスターとバトルできるようになりました。雑魚モンスターの場合は編成の切り替えもできます。そんなこともできるのか。プレイヤーは最新のセーブデータの状態のものが適用されます。最後に読み込んだものか。全然ハットリ、本来戦えない敵と戦えたりしますね。倒しても特に何ももらえません。魔法レベルと戦うときは魔法縛りのままでしたね。魔法を覚えてないとアイテムしか使えません。死んじゃった。しっかりしろハットリ。せやかて駆動。ボスとも戦えます。セリフ付きか。ところでこのチャダルヌークは修正入ってないんだな。はい、以前のままですね。またポーズメニューからバトルを離脱することもできます。これか。神々の像とはバトルできなかったですね。そうなのか。でも結果とはバトルできました。最初のセリフはなしです。心ない手打ち。ほんとだ、チャダルヌークと違って会話ないんだな。タイトルメニューのコンフィグ追加。タイトルメニューにもコンフィグが追加されました。ゲーム中のコンフィグとほぼ同じ設定変更などができます。フォントタイプや BGM 音源も選べるんだな。拳銃の UI 変更。拳銃のセットの操作方法が変わりました。決定ボタンでは魔法の習得状況をスキップしてセットします。別のボタンで習得状況の確認ができますね。こんなところも変わったのか。オープニングスキップ機能。オープニングやエンディングの途中でスキップできるようになりました。ここまで飛んだか。なおこの雪原を歩くシーン、以前はスタッフのクレジットが出なかったですが、クレジットが出るようになっていました。出てきた。そしてここでもスキップできるようになりましたね。以前はスキップできなかったです。待つ必要なくなったんだな。防御とチェンジ。防御とチェンジの操作方法が変わりました。コマンド選択中に右を押すと防御、左を押すとチェンジが選択できます。スーファミ版と同じになったか。オートアイコン。画面左上のオートアイコンはオート自主化でないようになりました。以前は常時出ていましたね。消えてたらスッキリするね。マリアの属性。以前はマリアはメルトンでダメージを受けましたが、吸収するようになりました。元気爆発。吸収したな。マリアは全属性弱点で全属性吸収なのですが、吸収を優先するようになったかと思われます。スーファミ版もそうだったな。必殺剣について。真っ先に必殺剣を確認したんですが、これは名前変更できないままでしたね。それは残念。美大生南。スタッフさん、次のアップデートではよろしく頼んます。妖精乱舞物理対策。こちら以前のバージョンです。このように妖精乱舞の各学章の切り替わりはぶつ切りで切り替わりました。スーファミ版みたいに自然に変わらなかったよな。それが今回のバージョンではスーファミ版と同じように自然に切り替わるようになりました。なんだって。リメイク版では不可能だと思われてたのにできたんだな。この辺りで切り替わります。今変わった。自然に繋がったな。第2学章から第3学章もこんな感じです。補聴変わった。これは家庭用機版のタクマプロデューサーが特にこだわって変更したポイントだったようですね。そうだったのか。やっぱり苦労したんだな。ただ一点残念な点が、 BGM がオリジナル音源だと。ここで切り替わった。はい、ちょっとずれてますね。家庭用基盤もこうだったようです。ここも修正してください。お願いします。
でも第2楽章から第3楽章は、オリジナル音源でもうまく繋がりました。ほんとだ。アレンジ音源と同じように綺麗に繋がった。コンフィグからモンスター図鑑。コンフィグからモンスター図鑑を確認できるようになりました。これは便利。全セーブデータで共有しているモンスター図鑑ですね。アドバンス版みたいにセーブデータ単位じゃないんだな。なお図鑑コンプしたはずなのに、一体だけハテナに戻っていました。え、どのモンスター?図鑑ナンバー328のホーリードラゴンです。なぜ消えてるんだ?バグでしょうね。スタッフさん、ここも修正よろしく頼んます。リサイズバグについて。なおリサイズバグは修正されずにそのまま残ってました。リサイズバグっていろいろ悪さできるやつか。はい。ここでデスクトップの画面サイズを変えます。ゲーム画面のサイズが変わりました。上下に枠がついたな。イベントが始まると、ワープした?なぜか主人公が入り口にいて、自由に動けるようになります。次にゲームを再起動してオートセーブから始めます。世界崩壊前に戻ってきた。はい。おばあさんの回想シーンから世界崩壊前に戻ってこれました。世界も元通り。なおフィガロ城に入ってから出ると、元の世界へ帰れます。さっきの世界は夢だったのか。リサイズバグを使えば帝国兵のまま進めたりしますね。待て。ん?お前か?通ってよい。アザース。あとはリターナー本部でガントレットやゲンジのコテの量産もできると思いますが、セーブデータがなかったので未確認です。やり方はリサイズバグの動画で紹介しているのでそちらをご覧ください。概要欄にリンク貼っとくぜ。とりあえず FF6 のアップデート情報はここまでです。もし他の変更点など見つけられた方がいましたら、ぜひコメントで教えてください。よろしくだぜ。次は FF6 以外の作品も見ていこうと思います。先生は成長しているかな?それでは動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。かっこいいシーンで終われた。